はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらは向川女子大学のステーションキャンパスなんですが、今日はこの道具を使った、授業ではなく一般の方向けの公開講座として、レッスンさせていただいたところです。とっても気持ちがいいんですよ。でまたご興味がある方は、スポーツクラブ向上で検索ください。エアリアルワークね、という講座をしております。まあ、授業でもねやってるんですけれども、このハンモックを使ってぶら下がったりいろんなエクササイズをするんですね。はい、でちょっと話はさておきますが、皆さんの中でですね膝や股関節がつらいという方がいらっしゃったら今日紹介するエクササイズをぜひね、こまめにやっていただきたいなと思います。でとても簡単で優しいエクササイズなんですけれども実はスリムな足で、ヒップラインになるという効果もあります。なので、今日はですね前半は、そういった足股関節膝の調整になりおまけに骨盤も調整になるエクササイズを紹介してでその後にですね、時間を見ながらリズミカルな動きを紹介していきたいと思います。バーッとですねどうしてもこのリアルの、こういう現場では皆さん参加者の方の様子を見て進めてるんですけどもこの YouTube だとですね動画だと私からの一方通行の、ガイドになりますのでちょっとパンパンとね紹介しますからしますので皆さんの方でですね、また何度か見てリピートしていただきたいと思います。はい、では早速なんですけれども今日は最初はですね低い高さなんですよね。見えますかね。こういう形でですねちょっとうつ伏せの体勢から入っていきたいと思うんですけれどもこういう形ですね。はい、ではなるべく膝股関節がつらい方ほど小さく小膝にこういうバタ足です。バタ足をやりますね。で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10今度は2つ目はですね横揺らし。これもなるべく小刻みに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 3つ目はですね回旋をするんですけどポトッとね力を抜いて下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ね、ちょっと感じてみてください。今動いた足の方が長くなってると思うんですね。あとねこのお尻の触った感じが引っ張ってされてますよ。さあじゃあ反対もです。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、回数は少なめですけれどもかなり効果的です。足がスーッとなってますね。ではマイペースでですね今度は両足をやります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あともうちょっとやっていただくとですねかなり変わってるんですけども、それでもですね今のここまででこういった形がしやすくなってます。もしちょっときつい場合は肘つきでもいいんですけれども、胸をクッと開いて肩回しをしましょう。1、2、3、4、5、ぐにゃっと後ろ振り返ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でここまでやっていただくと正座がしづらいという方もですね実は正座がしやすくなっています。まあ、もちろんね正座は嫌だなという方は正座を崩してください。そしてポジションを変えるんですがこのまま寝転がれそうでしたらこのまま寝転がってください。いやーちょっときついわという方は足を伸ばしてください。大丈夫だったらこの形ですね。はい、では足を、伸ばしていただいてもいいです。このままで大丈夫だったらこのままでちょっとブル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 とします。ブルブル背中も腰も股関節もマッサージになります。はい、では形を変えますね。両足なんですがこの膝裏に手を当てていただくと膝痛のツボに刺激が入るんですけどもこれでブラ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 ーとします。触って気持ちいいなーとか硬いなーというところに手を当ててください。この膝裏両サイドが筋張っていてその間のへこみのところにですね当
ててください。手を当てるのがちょっときつかったら、例えばねタオルとかをこう巻いていただいてもいいんですけども、これをやってるとですね膝が曲げ伸びしやすくなります。はい、で今度はこうねブラブラーとちょっと伸ばし気味でついでにタッピングしましょう。はい、そして膝の間は開いて、こう足をですね抱えます。ゴロン、腰が気持ちよく、股関節が良くなります。はい、ではここからですねマイペースで両足を曲げ伸ばし、または片足ずつでもいいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ここまでやりますとかなり良くなっているんですが、両足を下ろして、そして開いて閉じて、開いて閉じて、たくさん開くってことはあまり気にしないでください。はい、じゃあ自然に開いた形で骨盤をちょっと持ち上げたら揺らします。はい、下ろしてください。股関節ね、すごい良くなってます。今度は立てて、かかとの間は開いて、膝はちょっと近づけた状態でも、まあ空間が少し空いた状態です。そして軽く骨盤を持ち上げながら、横にこのように1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、ぐーっとですね、ここを伸ばすような感じで、はい、下ろします。もう一度、そして両手をバンザーイ、ぐる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 。ちょっと私はですね、ブリッジが好きなので、ブリッジをさせていただきますが、皆さんはそのままぐるぐる。よいしょ、あ、はい、ということで、皆さん、ね、いかがでしょうか。ここまでで、すごく股関節も膝も骨盤も良くなってます。はい、ではですね、ここからは立ち上がっていただいて、ちょっとリズミカルに動いてみましょう。はい、どうですか。立った感じがですね、自然にこうまっすぐに立ってる感じがあると思うんですね。はい、ではブルブルブルとしながら耳を触って首を動かしてください。タッピングします。ちょっと音楽を大きめにかけてみます。はい、ブラブラブラ。どうですか、足が動きやすくなっていると思うんですけれどもね。ここまでのですねマットワークのところを何度も何度もやっていただくと、そんなにねきつい運動をしているわけではないんですが、スリムな足になりますよ。はい、じゃあツイスト。そして膝や股関節が辛い方は先ほどのマットのワークを何度もやっていただいて、痛みを緩和し、自分の体動きで自分の体を整体することになります。はい、どうですか、足軽いですよね。じゃららたたらたた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 た。はい、前後ろ前後ろ前後ろ、ちょっと軽くポンポンポン、反対前後ろ、はい、ふぅー、ドンドンドン、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ、ドンドンドン、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、回ります、横の動きです。そして肩甲骨のところを気持ちよく動かしましょう。はい、肩回しです。さあ、脇を気持ちよく伸ばします。ふぅ、今度反対です。伸び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 、はい、交互に、はい、後ろに引きます。さあ、じゃあ肩甲骨です。はい、足を持ち上げます。はいはいはい、後ろに蹴ります。もう一度、はい、後ろ蹴ります。はい、はい、骨盤と肩甲骨の動きを良くします。
はい、肩回し、はい、横です。脇を気持ちよく、さあ、そしてブル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 、はいはい、ブル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 、はいはい、後ろへストーンストーンストーン、ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーンストーン、骨盤を回正、はい、そしてふー、はっはっはっ、はい、ふー、前回し前回し、リバースしますよ、ふー、伸び伸び、横です。はい、反対です。はい、そして胸をぐっと開きます。はい、よかったらちょっと骨盤を前。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ほっほっは。ということでですね、今日は膝や股関節が辛いなという方にもおすすめのエクササイズを、紹介しました、そして全身がですね、ほぐれながらもしなやかに引き締まっていくようなワークです。はい、ということで皆さん今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日たまたまですね、この動画に、出会ってくださった方、もしよかったらですね、私の、プロフィールは概要欄に載せてますので、またよかったらご覧いただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん今日も最後までありがとうございました。フィットネスインストラクターの大谷でした。ではまたね。すり足になってますよ。